皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。四川省アバチベット族チャン族自治州、シゲル県で大規模な土砂崩れが発生した。当局の発表では、3人が行方不明となった。同日、同、水晶県の山で土砂崩れが発生。約20棟の民家が飲み込まれた。県政府は、周辺住民の約1200人を避難させた。消防や救助隊が6人を救助した。行方不明者の捜索が続けられているが、山深い土地での捜索は困難を極める。寒気団と暖気団の両方の影響を受け、陝西中部、山西中南部、河北中南部、河南北部、湖北西北部など、各地域以来、広範囲にわたり、豪雪に見舞われた。河北、山西省内の高速道路及び国道、省道の一部では、道路閉鎖や大渋滞が発生、数万台の車と人が道路上で立ち往生した。三峡ダムは、区放流量を増やしたものの、水位は 172.5 メートル近くまで上がっているようです。三峡ダムは、長江上流に位置し、巨大な貯水池に雨水をため、水門でその水の放出を制御することにより、下流の洪水を防ぐ。全長660キロの貯水池は、上流の山峡の狭い谷間を蛇行し、中国西部に位置する人口3050万人の大都市、重慶へと、続。大雪や寒波の影響で、多くの地域が休校を発表しているほか、一部の鉄道が運休し、道路が閉鎖されている。内モンゴル自治区の通り、両市や遼寧省の市に要し、黒竜江省水化市、吉林省長春市などの小中高校は、大雪で休校を発表した。山西省新中市の徐陽県で6日午前1時36分ごろ、発電所の建設工事現場にある、建設作業員宿舎で火災が起きた。消防隊が急行して、約3時間後に鎮火したが、作業員8人が死亡、5人が怪我した。当局が火災原因を調べている。地元メディアが伝えた。発電所は石炭火力発電所の山西久志陽明台電所。地元の発電会社山西久志陽明台国能発電が建設を進めている。35万キロワットの発電設備2基を設置する計画だ。中国では建設作業員の火災や倒壊で多数が死傷する事故が相次いでいる。今年9月、四川省雅安市で建設作業員宿舎が山崩れで倒壊し7人が死亡した。8月には海南省段、寧辺に泉州市で竜巻があり、建設作業員宿舎が倒壊。8人が死亡、2人が怪我した。最後までご視聴いただきありがとうございます。ご興味がありましたチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると幸いです。こっそりメンバーシップも始めました。それでは次の動画でまた。